南波線は大阪府大阪市天王寺区の大阪上本町駅から同市中央区の大阪南波駅を結ぶ近畿日本鉄道の鉄道路線である。阪神南波線とは違い、南波の表記が漢字になっている。全域間が千日前通りの地下にあるとともに大阪メトロ千日前線と並行している。 既存の地下鉄などの下をくぐるように作られたため、駅はやや深い場所にあり、駅間のトンネルにもシールド工法が用いられている。各駅とも相対式ホームだが、上下線の間に柱がない構造になっている。また、近鉄日本橋駅から大阪上本町駅にかけては、上町大地を登るため、大阪上本町駅に向かって、上り急勾配が存在する。なお、 正式な起点は大阪上本町駅だが、列車運行場は大阪南馬駅から大阪上本町駅へ向かう、列車が下り、逆方向が上りとなっている。大阪線の複々線区間における奈良線列車専用線が単独で延伸した形、すなわち実質的には奈良線の延伸線であり、運行場も奈良線と一体である。 船内完結運転はなく、大阪線の名古屋、伊勢島方面の特急を除き、奈良線へ直通する。大阪神本町駅では、近鉄奈良方面について、奈良線乗り場と表記されているほか、駅番号や主要駅に設置されている、運行情報モニター、駅、求むなどの乗り換え案内サイトでは、大阪線複々線区間を含む大阪南波駅、不正区間は、 奈良線の一部として扱われている。道路線の開業により、大阪上本町駅のターミナル駅としての機能が、弱まった。ピタパをはじめいこかスイカなど全国、総合利用サービスに対応した IC カードが利用、可能である。磁気カードである、J スルーカードとスルッと関西対応カードについては、自動改札機での対応は終了したが、当面は、 自動券売機での切符購入ないし乗り越し、生産機での使用が可能である。2009年3月20日に、阪神電気鉄道西大阪線が、大阪南馬駅まで延伸して、阪神南馬線として開業したことで、大阪南馬駅を介して、神戸三宮駅近鉄奈良駅間で、相互直通運転を行っている。合わせて、阪神南馬線開業と同時に、 近鉄南波駅が大阪南波駅に、上本町駅が大阪上本町駅に改称された。近鉄南波線の各駅は、ホームの柱がそれぞれ違う色で塗り分けられている。大阪南波駅が青、近鉄日本橋駅が大々、大阪上本町駅が小豆色である。全線、大阪東葛部管轄である。阪神南波線直通列車を含む奈良線の、 全列車と名古屋、賢島方面との特急列車が乗り入れている。南場線内のみを走る列車はない。特急列車は近鉄日本橋駅を通過するが、快速急行以下の列車は各駅に停車する。日本万国博覧会の開幕日である1970年3月15日に開業した。当時の開業記念乗車券には、エキスポ70の シンボルマークもあしらわれていた近鉄によるナンバ乗り入れ計画自体は古くから存在した。大阪府に対して初めてナンバ乗り入れを出願したのは前身の大気時代である1922年から23年頃であったが、この時は大阪市の異論によって実現しなかった。次に1932年から33年頃にも、 再度申請を行ったものの、これも大阪市の反対により実現しなかった。しかし、近鉄奈良線の発展、沿線人口の増大、沿線各地と大阪市内間の交通量の激増に伴い、ターミナルを大阪都心の難波へ推進する必要は一段と強くなった。そこで、近鉄は1946年に、阪神電気鉄道と共同で新たに、 大阪高速鉄道株式会社の設立を起とし、大阪市内の東西貫通高速鉄道線として、軌道法により鶴橋南場の打貫の軌道不設特許を申請した。これは、当時戦災によって廃墟となった大阪市内にその瓦礫を使って築定し、市内を貫通する高架高速鉄道を建設しようとするユニークな構想に基づくものであったが、大阪市は、 地域交通は支援によるべきと反対の意見を表明した。しかし延長線建設の必要性は、ますます強くなり、阪神及び近鉄は1946年以降に、相互乗り入れのため上本町南波千鳥橋間の、新線を計画した。その後、近鉄南波線付設免許の申請は数字にわたる、変更があり、路線も、当初大部分が、 高架式であったものが全線地下鉄へと変わった。この計画が都市交通審議会答申3号で盛り込まれ、1958年に運輸省の免許を受け、近鉄創業以来のターミナルである大阪上本町駅から大阪南の中心部である南波まで建設された。ありがとうございます。